はい。皆さん、こんにちは。取材する YouTuber こと、入ュ通信社の須田慎一郎です。えー、今日はですね、前回、あの、私が配信させていただきました。 えー、埼玉県のですね、とんでも条例ね、ね、えー、このボリューム2という形でですね、お送りさせていただきたいと思います。埼玉県とんでも条例に関して言うとですね、あのー、いろいろとね、えー、その後続々と情報が集まってきていてですね、えー、問題の本質はこの条例だけじゃないよというのですね、指摘もたくさんいただきましたので、えー、その辺の情報をですね、データを、あるいはネタをですね、 精査しつつですね、えー、今後もですね、えー、第3弾、第4弾でお送りさせていただきたいと思います、えー。今日はですね、そういった意味で言うと、埼玉県とんでも条例、ボリューム2と題しましてですね、えー、まあ、あの大前提のタイトルとして、こんなタイトルを付けさせていただきました。う、えー、安倍元首相の予言がズバリ的中。ね 7月にですね、銃弾に倒れ暗殺された安倍さんをですね、何もことさらにですね、深刻化するつもりないんですが、安倍さんがですね、その安倍さんが、えー、懸念していた、危惧していた、えー、ことがですね、起こってしまったということなんですよ。で、その安倍さんの予言体って何だったのかというとですね、生前の安倍さんがこんな言い方をしていたそうです。彼は自民党にいるべき人じゃない。 安倍元首相のですね、えー、まあ、激林に触れていた。じゃあ、その彼とは一体誰なのかというとですね、えー、この、今回のですね、埼玉県とんでも条例のですね、えー、まあ、主導して、ね、その条例をですね、主導して議会に提出した、 反対意見を封じ込め、そして飴とムチでもってですね、えー、埼玉県議団の言うことを聞かして、えー、そのですね、条例を提出し、で、なおかつ委員会採決においては、これが可決されたという状況、進んでるところでこのとんでも条例が、とんでも条例の中身についてはですね、前回の配信をご覧になっていただいて、えー、いただきたいなと思うんですが、まあ、こういったとんでも条例に関してはですね、相当な反発が、 県内外から起こりました。もちろんですね、あの埼玉県民からも、埼玉市民からもですね、猛烈な反発が起こりましてですね、えー、たくさんの、えー、署名が集まったということなんですけれども、このとんでも条例を、えー、提出に動いたのが、指導したのが、先ほど来から申し上げておる、えー、自民党埼玉県議団のですね、団長である田村匠さん。田村匠さん。 という方だったんですね。話元に戻しますけれども、そのね、安倍さんはですね、この田村氏に対してですね、 えまあかねてから彼は自民党にいるべき人じゃないと言って批判を強めていたということなんですね。別にこの条例をですねあらかじめ予想していたわけじゃないこんな条例がえ埼玉県議会に提出することをあらかじめですね見通していたわけじゃないけれどもそれまでのさまざまなこの田村県議のですね行動がやはり安倍さんにとってはですね非常に危機感を覚えたんだろうと思います。いずれれにししてももでですすすねね話ちょっと戻,り戻しますけれどど先ほどですねえ委員会 埼玉県議会の委員会でこの条例が可決されたということなんですけれどもそのことについてですねちょっと不可解なことが一点出てきたんですよそれは一体何かというとですね自民党の埼玉県議団が賛成に回るんだったらいざ知らずなぜか公明党もね埼玉公明党も、えー、そのとんでも条例に関して、えー、賛成に回っていたわけなんですね多くの目ではです、ねまあ、言ってみれば えーこのね、自民党に対する批判の、ね、は強めておりますけれども、まあ、どうなんでしょうね公明党ということがあるんでしょうかねそのバックについている創価学会という存在があるからでしょうかね、えー、この公明党に対してはほとんどスルーしているという状況なんですけれどもそしてもう一点ちょっと申し上げたことをするとですね、まあ、この、えー、とんでも条例がいかにですね市民、県民の反発を受けたのかというのは、えー、昨日ですね えー、実を言うと埼玉県議会は議会最終日、10月議会の最終日を迎えたんですが、えー、そのね、えーまあ、議事進行の時にたくさんの県民がつけ詰めかけましてね、えー、相当な罵声・土声を、えー、傍聴席から、えー、埼玉県議団に浴びせかけた、特にですね、田村やめろというような声がですね、相次いだというふうに聞いております。で、加えてですね、埼玉県議会には市民団体が押し寄せ、ね、 えー、そして、えー、抗議活動を行ったばかりではなくてですね右翼の街宣車まで、えー、押し寄せたということで、えー、昨日はですね、えー、昨日は埼玉議会県議会最終日はもうね、えー、議会周辺は安倍教官の大相場になったということなんですよ。 それにとどまらずですね、えー、自民党埼,埼玉県連には、えー、抗議電話、抗議のです、ね、声が、もう山ほども取れきれないぐらい殺到しましてですね、えー、埼玉県連はですね、自民党埼玉県連は上下への大騒ぎ。この騒動はですね、えー、自民党埼玉県連にとどまることなくですね、自民党本部まで、私が取材したところによると、えー、自民党本部にもその手の苦情、抗議が殺到したというような、そういう状況になっております。田村の責任を問わせろ というような状況になっていたんですが、ただその一方で、えそうなのというような、びっくりするような、えー、情報も飛び込んできたんですね。えー、一昨日ですね、えー、まあ、田村議員を囲んで、縮、えー、小会がどうも埼玉県内の飲食店で開かれたそうです。ね、子、え、会、ー、の県議をですね、何人か集めましてね、宿宿小会が開かれて、よくやったというね、えー、声が出てきたそうです。 で、加えてですね、これもね、同じ、えー、ネットメディアの吉見であんまり言いたくないんだけども、アメバ TV に、えー、田村県議がですね、出演しまして、全国に顔を打った、まあ、今回の一件で知名度が上がったとっいうことで、本人、委託ご満悦、周りの取り巻け連中もですね、よかったですね、今回の一件は、というようなことで、えー、お追悼を声を上げていた、そんな祝勝会が一昨日開かれていたと。 いうようよなででですね驚くべきき情報まま、えー、飛び込んできましたそんな田村県議のですね真意がどこにあるのかということでですね、えー、私もですね田村さんに直接調べをしようあんまり出るぐらいだったら入札にも出てくれたっていいじゃないかっと、えー、思ったんですけれどもなかなか連絡がつかないものですから埼玉県のご自宅の方までお伺いしたんですが物けの殻もういらっしゃらない、えー、自宅にはどうもここ数字つらい。 戻ってきてないようで、で、えー、まあ、ここにはいません。い、いませんと言っても自宅なんですからね。一体どういうことなのかなと思いました。で、加えてですね、この件に関しては、えー、ね、かの文春法で有名な週刊文春も動いているようなんですけども、文春の記者さんもですね、空振りに終わっているようです。自宅に、えー、行きましたけども、空振りに終わっているようですね。じゃあ、埼玉県議会で捕まえようっていうんで、えー、埼玉県議会の方で待機をしていたんですが、どうも裏口からこそこそと。 こそこそと、縮小会開いたにもかかわらず、最終日はですね、裏口から出入りして、人の目を避けるように、裏口から出入りをしていたということで、残念なこと、皆さん方に申し訳ないんですが、田村県議は今のところ私まだ捕まえきれておりません。直接時代が実現できていないということで、ちょっとお詫びを申し上げさせていただきたいなと、そんなふうに思います。ね、話を大きく戻り戻しますけれども、じゃあなぜその公明党が、このとんでも条例に賛成に回ったのか、 というとですね、これをいろいろとこう取材をしていくと、いろんなことが見えてきましたねえ。実は次期衆院選、埼玉14区という選挙区があるんですが、まあ、草ですね。まあ、草なんかを中心とした総括市を中心とした埼玉14区。で、この埼玉14区はもともと自民党の候補が立っていたところなんですが、ここにですね、公明党の石井啓一幹事長が北関東ブロックから転出すると。 えー、公明党がちょっとこれをこれ了承したんですが地元の埼玉県連は結構反発したんですけどね、えー、ちょっと東京で、えー、東京のですね公認候補をめぐって、ね、選挙区をめぐって自民と公明が激くしてましたよね。 で、その代替として、その代わりとして、東京で揉めてたからえ、この埼玉14区に関しては、党本部主導で、自民党党本部主導で、まあ、公明党さんに譲りますよ、ということに、どうもなったようですね。で、ですから、次期衆院選には、埼玉14区からは、公明党から石井憲一幹事長が出てきます。ところがですね、この石井さんっていうのは、幹事長ポストだけではなくてね、えー、次期公明党に代表になることが、呼び声が非常に、えー、高いんですよ。 山口夏夫代表はですね、あと1年余りの任期を残してですね、まあ、引退という、そういう代表から降りるというね、えー、そういうことを表明して、そういうスケジュール感で流れております。その山口夏夫代表の後をですね、石井啓一幹事長がまあ就任するのではないかというふうにも言われていて、下馬評では一番高い人なんですね。 で、そうなってくると、やっぱり選挙区で当選をしておかなきゃならないだろうということで、え出馬に踏み切ったわけなんですが、まあ、石井啓一さんとしては、まあ、この埼玉14区で必ず必勝を収め、で落選してえ、ブロックで、比例ブロックでね、復活当選なんていうみっともないまねしたら、ちょっと代表になれませんよ。代表に就任するためにも圧倒的な勝利。公明党の言葉が書か,かれれば、圧倒的な勝利を収める必要があった。 ところが先ほど申し上げたように、地元の埼玉県連とは揉めている。ね。えー、まあ当時ですね、えー、まあ公明党が公認を決めた当初はですね、えー、自民党はそっぽ、自民党埼玉県連もそっぽを向いていたという状況にあります。えー、そこへ持ってきてですよ。そこへ持ってきて、この14区からですね、14区に対してですね、えー、まあ今や公明党とは不具体点の敵と言われている日本維新の会、日本維新の会が14区に公認候補を立てると。 いうことを決定しております。じゃあ埼玉ってその日日本維新の会の影響力って大きいの、えー、日本の維新の会は埼玉ですね,ね、えー、候補者を立てて当選できるだけの可能性はあるのかないのかというふうに考えてみ、ねえー、考えるところではあるんですけども、今年4月に行われました統一地方選挙の後半戦。この統一地方選挙の後半戦で、えー、実を言うとですね、えー、言ってみれば、えー、日本維新の会は 17市長のですね、えーまあ、市議会議員選挙、町議会選,選挙でですね、12人の候補者立ったんですよ。 総計で12人の候補者を立てたところ、12人全員が当選するというですね、日本維新の会も十分に埼玉でですね、えー、選挙やっても当選することができるということを、その実力のほどを見せつけたという状況にある。その日本維新の会があえてこの埼玉14区にえ出馬をしてくるということをね、公明党とガチでバトルを繰り広げるということを決定しました。 で、そうなってくるっていうと、慌っているのが公明党。公明党のね、力だけで単独ではですね、なかなか14区での当選がおぼつかないということもあって、なんとかね、自民党の協力が得られないだろうか、というねえ、いうところで水面下で動いていたんです。そこに目をつけたのが田村団長。まあね、目のつけたところいいですよねえ。その公明党にこう支えてそうなんですよ。この条例に賛成してくれたならば、 この、ねえー、条例に、ねえー、虐待防止虐待禁止条例に賛成してくれたならば、えー、この埼玉14区で、えー、自民党埼玉自民党は、えー、全面的に石井さんの応援に回りますよと。 というようなですねまあそういうようなことを持ちかけたで加えてそれをね、えー、具体化するためにですね実を言うと埼玉14区の選挙最高責任者に田村さんが田村団長がですね就任をする関係ないんですよそういう方は全く面、ね、の自分の地盤でも地元でもないにもかかわらず、えー、田村団長があえて自民党埼玉14区の選挙選 責任者に就任するというですね。えー、まあ、そういうことになりました。ですから、田村さんからそういうバーターを持ちかけられて、一問にもなく公明党は飛びついて、まあ言ってみればですね、えー、ねこの条例案に賛成をするという。 そういう運びになりました。まあ、田村さんとしては何としてでもですね、えー、このね、条例を通したかったんでしょうね。ただ今回の件に関して言うとですね、いち早く市民団体等が反対の声を上げ、市民や県民が反対の声を上げ、大きなですね、たくさんの署名を集め、ね、そのことを察知したメディアがですね、大々的に報じたものですから、結果的に、えー、さっきのね、配信でも申し上げたように、この条例は取り下げというね、めでたい結果に。 終わりました。ただ、それで決着を見たわけではありません。なぜ、田村さんが、田村団長はこういった動きに出てくるのかというとですね、まあ、これはちょっと第3弾に詳細は譲ることにしたいんですけれども、私の手元にですね、今、非常に貴重な写真を入手しました。これ何かというと、数年前にですね、稲田智美さん、ね、元防衛大臣の稲田智美さんが、埼玉講演会を発足しました。 その時ののの時時設立総会の時の写真なんです、えー、この中心に座っているのはもちろんね講演、えー、会の主役である稲田朋美元防衛大臣この右隣に座っている人物こそが田村匠団長だったと。 とといいうここなんんでですね埼玉講演会の会の長ああることは間違いありません、ね、で実を言うとですね、えー、田村さんが、まあ、こういった条例を出してくる、まあ、その、ねえーまあ、前提としてと言ったらいいんですかこういった動きを見せる前に例えばどうでしょうね、えー、選択的夫婦別姓に賛成をするとかこれをね強力に進めていこうとか。 それを埼玉県でですね、主導する、その先頭に立っていたのが、えー、この、えー、田村さんであり、そして第3弾の方で、これについては詳細にですね、報告させていただきますけれども、埼玉県ではとんでも条例というのは、別にこれが初めてじゃないんですよ。この前段に、えー、LGBT とんでも条例というのがありましたよね、これについては可決しちゃったんですよ。残念なことならストップかけることができなかった。ね、田村団長が、えー、汗をかいて、まあこのあたりは、 え、稲田朋美、え、元防衛大臣の影響が色濃く反映しているんではないかなと、え、埼玉県 LGBT 条例、そして選択的夫婦別姓に関してはですね、埼玉県県議団を挙げてですね、賛成に回るというような、まあ言ってみればこの国の形を壊すような動きを埼玉県で行っているというようなね、まあそういったところを受けてですね、やっぱり、え、安倍元首相が、で、彼は自民党にいるべき人じゃない それどころか、政治家では、やるべきような人じゃない、というようなことを周囲に語り、周囲はですね、なんとかこの田村さんのですね、影響力を、つまり、安倍さんのですね、まあ、周りにいた国会議員の方々ですね、まあ、安倍さんのそういう意向を受けて、まあ、様々な動きをしてきたし、相当ですね、強い危機感を持ってきた、その予感が、危機感がですね、的中してしまった、というのが今回の一件ではないのかなと。えー、田村団長一人の動きでね、 一人の動きで埼玉自民党県連は愚か、埼玉自民党県連は愚か、自民党本部までたくさんの苦情、クレームが相次いでいう。やっぱり今回の件でね、やっぱり何をやらなきゃならないのかというと、じゃあもう一回ですよ。もう一回このとん,ん,んでも条例。だって、えー、田原団長は言ってるんですよ。条例そのものに謝りはなかったと。これは間違ってないこの条例は間違ってないんだと。ね、えー、間違っているのはメディアだと。 えー、切り取って、ね、それを報道したメディアが間違ってたというようなことを要するに自民党、ね、県議団の会議ではっきり言ってるんですよ。 はっきり言ってる。私もそれも出席した県議の方々から、えー、しっかりと取材をして聞いております。まあそういった意味で言うと、えーね、私はですね、埼玉県このとんでも条例、ねえー、に関してはですね、えー、また機会があれば、ねえー、世論がですね、えー、収まれば、また田村団長が提出してくる可能性があるんではないか。だとしたらですね、この条例についてしっかりともう一回検証してね、これが条例が適切なのか不適切なのか、問題があるのかないのか、 ということをしっかり議論して、もし問題がある、あるいは不適切だということであるならば、それもです、ね、強引に議論もしないで、あるいは、えー、公正中立な第三者であるとか、専門家の意見も聞かずに、田村大臣の一存でこれを進めたわけですから、やっぱりここはしっかりと責任を取ってほしいなと、ね、責任の取材を、ね、明確にして、責任を負わせるということが、絶対的に必要になってくるんじゃないのかなと。えー、こんなふうに、 思いま,すまあ過去のですねいろいろとそういった問題のある行動についてはですね第3弾第4弾で、えー、続けてですね皆さん方にご報告させていただきたいと思います、えー、皆さん方のご意見も今回の一件に関するご意見もです、ねえー、しっかりと要寄せいただきたいし、まあ、今回の件を含めてね公明党にも、ね、公明党にも、まあ、これは埼玉公明党ということになるのかもどうかし知りませんけれども公明党にも厳しい目を向けていただきたいなと。えー、自らのの選挙のために 自らの選挙で勝つことをね最優先するあまり、こういった条例の中身にほとんど精査することなく、えー、田村団長のですねからの裏取引に乗ってしまった、その公明党にも私は責任はあるんだろうとそんなふうに思います。えー、今日もですねちょっと長くなりましたけれども、えー、最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。